YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。トレックサイエンス南大阪店営業の塚木原です。今回ご紹介していこう車はこちらの車になります。新車ハイエース1スーパー GL ダークプライム2クリーンディーゼル軸の車、こちらワイドボディの車ですね。ご紹介していきます。はい、まずフロント周りから、こちらトヨタセーフティーセンスのミリ波のレーダーと、この下ですね、パノラミックビューモニターのカメラ、インテリジェントクリアランソナーが4点ついております。まして、こちらのガッツミラーですね、ボディカラーのパールホワイトと同色のペイントしております。で、こちらフロントスポイラーなんですけど、フレックスオリジナルのデルピードラインにフロントリップスポイラーついてます。はい、でこちらの車、車高は2インチローダウンしております。ですので、通常の車高より約5センチほど低くなっております。はい、足回りですね、ホットイヤーのナスカータイヤに、今回フレックスオリジナルのデルフの02ホイール17インチインストールしております。はい、続きまして、こちらのデジタルインナーミラーのカメラがこちらついてます。インテリジェントクリアランスソナーがリアにも4点ついてます。はい、テールランプは今回純正使用しておりますので、もし気になるテールランプあればお付けすること可能です。バックカメラも装着済みです。はい、でこちらのお車、ワイドのバン、ワイドバンと呼ばれるお車で、前の半分側が乗車のスペース、後ろの半分が荷室のスペースになっております。はい、でその荷室のスペースには今回フレックスオリジナルのベッドキットタイプ2装着しております。はい、簡単にこう外せるような仕組みになっておりまして、高さも5段階で調整できますので、お客様のお好みやご使用に合わせてお使いください。両側のパワースライドドアになっております。はい、内装なんですが、シートは、こちらダークプライム2というグレードになるので、ハーフのレザーシートになっております。で天井であったりピラー部分ですね、全て黒色で統一されてますので、内装もかっこよく仕上がっております。続いて運転席周りですね。まずナビの方がカロッツェリアの7インチナビがついております。走行中にテレビ、DVD 視聴可能です。でバックに入れていただきますと、このようにバックカメラの映像と、左側が360度のパノラミックビューモニターがしっかり映っております。はい、こちらがデジタルインナーミラーメーカーオプション入っております。後ろのカメラの映像がこちらに映る形です。ここを押していただくと通常のミラーのモードでも使えます。はい、で続いてメーカーオプション、助手席のエアバッグと100ボルトのコンセントもついてます。はい、でダークプライム2になるので、このナビの周りにあったり、シストノート、ステアリング、サイドの方までマホガニー調の加色がされております。はい、で足元に GTC 装備済みです。はい、いかがだったでしょうか。こちらのワイド版のお車、当店ご入庫いたしました。非常に玉数が少ないお車になりますし、内装外装フレックスのカスタムで仕上がっております。気になった方はぜひ南大阪店までお問い合わせ、ご来場の方お待ちしております。
納車の方ですね、最短2週間で可能となっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。